ほら、やっぱ、ね、よろしくお願いします。皆さんにね、まずはご挨拶。はい、私はね、野上の方から参りました腹話術のおじさんの小倉です。ギターも同じ、キタロウも入ってる。だけどキタロウも入ってる。どうもありがとう。去年はね、10月までにね、約6万人の人がね、運ばれてるんだ、病院に。でもね、今年はね、先週までにね、すでに4万人の人が、全部、運ばれちゃった。そうそう、だから大変なんだよ、怖いよ、熱中症は。どうしてどうなるのか知ってるか？わかんない。今日はね、ちょっとね、熱中症の話を少ししようか。まずね、私たち人間はね、36度から37度の狭い範囲で体温を保ってるでしょ。それがね、そしてね、それは何の働きかな？それはね、中枢神経がね、コントロールしてね、汗とか、そしてね、熱をね、うまく調整してるんだよ。どんな風にといってもね、まあそうね、暑くなるとね、汗が出るでしょ。そうするとね、その汗が、水分が体の外に出て体温を調整する。そしてね、また他に血液が大切なんだ。血液のね、熱くなるとね、血液がこのね、皮膚の表面、笑ってるのはいいよ、皮膚の表面に出てね、熱をね、熱を外からの熱を抑えてコントロールしてるんだよ。それでね、熱中症になるとそのね、コントロールしてるのがね、熱のためにね、もうできなくなって、いろんな状態に起きてくるの。例えばね、そう、最初のうちはね、気分が悪くなったり、めまいがしたり、それからね、そうだね、熱がどんどん上がってきたりするの。それでね、もっときつくなるとね、今度はね、湿疹とか、それから、まだね、痙攣を起こしたり、そしてまたね、体がすごくだるくなって、もう歩くのもしんどくなるの。本当にさ、もう大変ね。そうね、すぐに救急車を呼んで、みんなでね、熱中症を予防しましょうね。ようね、てっちゃん。今日は元気な子がいるからね、熱中症はこれくらいにしてね、元気な、お友達のお話をしましょうか。南のある島にね、黒に日焼けしたクロちゃんというかわいいお友達がいますよ。そしてね、その子はね、だけど少しね、わがままなんですよ。おじさんはそんなママなのかな。だけどね、いつもね、元気。3歳の子。
けど、ちょっとね、なんというかな、わがままだったけれども、ちょっとね、着物なの。いいじゃないですか。でもね、その子はね、いつもね、ジャングルで遊んでるの。あのね、そしてね、いつもね、黄色い服を着てるの。そしてね、青い服を履いてるんだよ。またね、そしてね、いつも赤い傘を持ってるの。ね、せっちゃん、交通信号知ってるの？じゃあね、あとは？いいよ。そう。じゃあね、黄色は、青は、そうね、そしてね、その他のひろちゃんはね、いつもね、ジャングルで遊んでるんだよ。いいな、ね、ジャングルはね。だけどね、いつもね、その黄色い服を着て、そして、青い服を履いて、赤い服を持って、ジャングルに遊びに行くの。怖くないよね。怖くないよ。だけどね、そのクロちゃんはね、とても元気だから、ジャングルに遊びに行きます。そしてね、今日もね、ジャングルの方、奥の方へ行くとね、突然ね、向こうの方でね、そう、ケラワラと風が吹いてきたの。それをね、さらにね、また行きますとね、今度はね、ゴソゴソ。わ、出たと言ったけども、それは違ったんだ。キコちゃん面白いね。キコちゃん面白いカマキン、歌ってるこれは読むんでしょう。せっちゃん、おじさんの頭とか過ぎたんじゃないかね。そして、さらに今度の方行くとね、そうね、突然ね、おお、逃げろ逃げろ、そら逃げろ、もう一生懸命お家で逃げて帰ったの。ってよかったね。だけどまた明日にジャングルに遊びに行ったの。そう、勇気があるからね。そしてまた今度は奥の方へ行くと、今度は本当のね、ライオンさんがね、向こうの方でじーっとクロちゃんを見てました。やってましたよ、ね、目回った全員、おー、逃げろ、ライオンさんが寄ってくるよ。何お母さん、お父さん、助けて。だけどもう誰も助けてくれない。クロちゃんはね、一生懸命逃げて帰ったから、もうね、怖いもんだからね、ライオンちゃんが迫ってきました。どうしたの？どうしたのってね、そこに持っていた赤い傘をパッと広げました。そうすると、ライオンは四つ橋をずっと踏ん張って、急にブレーキをかけて、赤い傘のところで止まりました。え、誰？赤いからな。ではね、赤い傘は、そう、そして、クロちゃんはね、ライオンに言いました。ああ、でもね、クロちゃんはね、そしておじさんはね、分かったよと言ってずっと待っていました。危ないよ、割れるよ。それからね、クロちゃんはね、決して車に通る危ないところでは遊ばなくなりましたよ。ね、ちゃん、レディングと比べね、もうバトンタッチできるかな。じゃあね、次はね、せっちゃんのおばさんが、おばさんじゃなかった、おじさんが待ってるからね、じゃあせっちゃんのおじさんたちに行きましょう。